皆さん、こんにちは。チョウです。今日も皆さんと一緒に米国株そして世界の経済の今をですね、えー、見ていきたいと思いますで。今日はですね、まあちょっと NVIDIA がまあ大きく下落、まあ大きくといっても2%半ぐらいですかね、下落をしているわけなんですけれども、えー、ここ最近は NVIDIA 以外の半導体関連の銘柄に対してまあ資金が入っていたりとか注目が集まっていることもあって、えー、ちょっとそのあたりのリバランシングみたいなものが え、起きていたりもするのかなっていうのは、少し感じていたりはします。まあ、あとは全体的に見ると、引き続き、米国株は、ま、好調を維持できているというような状況なんじゃないかなと思いますが、今ですね、え、米国経済の、え、ま、成長というか、ま、そういったところが引き続き見られるのに加えて、え、世界経済もですね、ある程度、ま、回復の兆しというか、あの、大きく悪くなっているというよりも、え、ところどころ、ま、回復というところもある程度、今日ご紹介しますが、見えてきたりもしているので、 そういった意味では世界的に少しずつ底打ちみたいなところが起き始めていたりもするのかなというふには思ったりはしています。あとはですね、こういった米国株の投資とかっていうところもすごく重要なんですけれども、皆さん、日本の方々については、円の動きというものはすごく重要な一つの要素になってくるかなと思います。で、これ米国株で運用してなく、日本株でやってるからあまり関係ないというふうに、 思う方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり、今後生活をしていく中で、円がどん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 安くなっていくことによって、自分の資産価値というものは、まあ実はどん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 落ちていって、将来的には気づかないうちに、まあ今もそうですけれども、円がとんでもなく安くなっていて、気づいてみたら、自分が増やしていた円の価値というものは、世界的に見ると、 あの、実は全然増えてなかったと。ま、あの、円ベースでは増えているんですが、相対的な円の、ま、良さというものがさらに進んでいることによって、実は全然資産増えてなかったというような感じにもなりかねないので、このあたりについては少し、もう少し、やっぱりちょっと考える時間が必要だったりするんじゃないかなというふうに思っていて、今日はちょっとそういった関連ニュースというところもご紹介をしていきたいかなというふうには思っています。はい。まあ、あとは昨日ちょっと動画撮らずに、あの、 言ってしまったんですけども、まちょっとマーケットの動きが鈍いかなと思って、皆さんがまあ見るに値するような動画を作れるのかなっていうのもちょっと思ったんですが、やっぱり改めて毎日動画を作っていくってことが大事かなと思ったので、ま今日も動画をちょっとまた作りに戻ってきたという感じでやらさせていただいております。はい。で、ま、えー、ちょっとですね、ま今日の動画でどうこうというわけじゃないんですけれども、ちょっとまた皆さんにご紹介をしたいなというふうに思っているサービスがあるので、 そのサービスのご紹介というところは今回ですね。まあ今日はやんないんですが、また紹介させていただければと思っています。以前は FXCT とかをですね、ご紹介させていただいていたんですけれども、まあ、より良いサービスがあり、でかつそちらについては、使いやすかったりもすると思うので、また改めて別の日にご紹介させていただければと思っております。はい。ということで、皆さんと一緒にまずはですね、質問の方から見ていきましょう。まずはこちらですね。が え、プラスの1.22%、え、サンド P がプラスの0.86%、そしてナスタックがプラスの0.51%となっております。で、今日ですね、え、再現という観点で見ると、まあ、大きな動きは特に、え、ありませんでした。10年債については4ベースの下落、そして、え、2年債については、え、2.5ベースの下落というところで、ま、あまり動いていないというふうに言っても、え、まあ、間違いではないのかなと思います。え、そんな中ですね、え、ドル円については、 今現在151.27というところまで落ち着いてきましたが、もうまさに152円トライするというような局面もあったりして、ちょっと円の弱さというのがですね、すごく際立っているかなというふうに思っております。はい。まああとクリプトはですね、一旦ちょっと落ち着いてきていて、69,000ドルというところに今現在ビットコイン、そしてイーサーについては3500ドル近辺というところで、 昨日、おとといから見ると少し落ち着いてきた感じはありますが、今日ちょっとこの動画では取り上げませんけれども、週末にかけて大きく上昇するような材料というのが今マーケット関係の中にあるので、もし気になる方は僕の仮想通貨のチャンネルの方を見ていただければなと思っております。はい。まああとコモリティについてはこちらも大きな上昇はありませんが、ゴールドについては2200ドル回復というところで、また一段とですね、 え、まあ上昇していく、まぁ一つの土台っていうのが、あの、ドルの金利低下によって、起きていきやすかったりもするのかなと思いますが、おそらく、あの、そんなに簡単にはですね、そんなに短期間には大きな上昇というのは見込めないんじゃないかなと思うので、しばらく今のこのレンジ相場っていうのが、まだ続いていくんじゃないかなと思ってます。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒にちょっとチャート見ていきましょうか。こちらがナスダックの先物の冷やしのチャートになってます。 あまり大きな動きはここ数日間ありませんけれども、引き続きのこの上昇トレンドっていうのは続いていくんじゃないかなと思いますし、やっぱりまだ今の市場環境、マクロ環境を見てみる限り、もう株を売りましょうというような材料っていうのが全くないと言っても過言ではないと思いますので、しばらくこのトレンドは続いていくんではないかなというふには思っております。で、基本的にはあの株も何でもそうだと思うんですけれども、順張りというのが非常に大きくリターンを出せるんじゃないかなと思っていますし、 リスクも低く抑えられるんじゃないかなと思っています。でよくですね、いろんな記事だったりとか、ストラテジストでは、発言としてですね、あの、ちょっと今のバリエーションが高すぎるんじゃないかっていう話もよく出てきているんですが、あの、そのバリエーションが本当に安いかどうかっていうのは、今後の米国株の、もしくは個別株の、えー、まあ、景気、景気というか、その業績によっても変わってくると思いますし、 まあ、あとは今後のマクロ環境にも変わってくるので、本当に今の状況が、えー、まあ、安いのかどうかみたいなところっていうのは、まあ、今正直判断するのはすごく難しいんですよね。なので、えー、反転、マーケットが反転するまでは、この上昇についていくというのが、えー、まずは基本的な戦略として、えー、取るべき方向感なのかなというふうに僕は思っています。はい。で、えー、今日ちょっとですね、えー、少し、まあ、上値が重くなっていたり、今下がっていた、まあ、エルビディアなんですけれども、 え、チャートとしてはこんな感じになっています。上値は少し、もちろん、ま、あの、重くはなってきているんですが、え、これが下げ相場に向かっていくっていう感じは全然まだ正直ないかなと思っていますし、え、まだまだ、NVIDIA を手放すという気をですね、え、持てる投資家っていうのはそんなにないんではないかなというふうには思いますので、まちょっと冒頭利用的に分散化するってことあるかもしれませんが、え、引き続き人気メガとして、え、存続し続けるんではないかなというふうに僕は思っています。はい。まあ,あとは、さっきもちょっと申し上げた通り、 まあここ最近のですね、あの市場環境の中で、やっぱりビットコインの上昇っていうのがすごく目立っていて、こちらがですね、ビットコインのスポット ETF のチャートなんですが、まあ、非常に強い市場再構築というところを更新し続けるような、まだマーケット環境にあってもおかしくないのかなと思うので、株もいいですし、債券も金利低下によって価格は上がっている。そして、コモリティもゴールドは上がってましたし、今ビットコインも上がっているというところで、もう何を買っても今、 アセットは上がっていくみたいな状況になっていると思うんですが、であれば、どういったポート量のバランスがいいのかっていうのは、まちょっとよく考えてみるのは、ま一つ面白いポイントなんじゃないかなと思っています。はい。で、今日ですね、まあ特に材料というものはありませんでしたが、6月の利下げ状況については、今現在7割。そして、7月に関しましては、約85%の利下げというところを今現在織り込んでおりまして、引き続き6月なのか、7月なのかというところがですね、 え、議論の焦点になっているかなと思います。はい。で、注目のニュースとしては、世界の商業不動産のリスクが今非常に高くなっていますと。で、これが金融不安、あの、金融安定の一つリスクというか、まあ、金融不安になる可能性の一つの材料として注目されているというのがですね、イギリスの中央銀行から指摘がありました。で、これはイギリスだけではなくて、もちろんですね、中国やアメリカの方も同様なんですけれども、 え、商業不動産。ま、特にオフィスとか、ま、あとはモールですよね。皆さんもなかなかそういったところに行く回数が減ったんじゃないかなと思いますけれども、え、それによって、え、オフィススペースや、ま、商業不動産のスペースの、え、ま、需要というものが非常に低くなっていると。で、これが、ずっと継続して、え、コロナ以降起こっていて、ま、これが回復する兆しがなかなかないというようなのが、ま、今の現状かなと思います。で、え、今後ですね、どこのタイミングで、 えこういったまあ少し危機的な状況がま起こってもおかしくないと思うんですけれども、それはあのアメリカのですね、もしくは世界の経済状況に本当にもうよると思うので、それを乗り越えられるかどうか、このまま米国の経済や世界経済が下火に、一旦ちょっとリセッションとかっていうふうになってきたとすれば、そういった今借りている、コロナ前から借りているスペースとかっていうところの家賃が払えない状況にもなってくるまあ会社がですね、非常に増えてくる可能性もあると思いますので、 そのあたりは気をつけながら見ていくポイントなのかなと思いますで。つまり、やっぱりこのところがリスク高いということなので、このあたりの関連の株っていうものを、まあ、今持っていくということは、あのかなりマーケット的には逆張りのリスクということなので、このあたりは非常に気をつけていただければなというふうには思っています。はい。で、続いてなんですけれども、この3月末ですね、5兆円近い株の売りっていうのがマーケットで出る可能性があるというふうに、 え、出ていました。で、これはなぜかというと、まあ、第3、3ヶ月ごとにですね、年金基金だけではなくて、まあ、資産運用会社っていうのは、自分たちがある程度定めるポートフリオの分配、バランスっていうのがあって、それをですね、調整するというのが、まあ、この四半期の終わり、3月の末であるということなんですけれども、この1月3月ですね、株価かなり上がった。で、株価だけではなくて、本当にいろんなアセットクラスがですね、大きく上がったこともあって、 かなりですね、調整が起こるんじゃないか。で、特に株の上昇が多かったことも、大きかったこともあって、株はですね、全世界で約5兆円分の売りが出るというようなことが今注目をされています。はい。まあ、これについては、かなり大きなあの規模になるというふうに、まあ、5兆円がそもそも大きいのかどうかというようなところだと思うんですけれども、過去3年間の、まあ、予想額の中で、まあ、本当に大きな規模になっていて、 これがですね、マーケットに対してかなりインパクトを与える可能性もあるんじゃないかっていうふうに今現在言われているので、まあ、ちょっと注意をしておくべき一つのポイントになってくるかなと思います。まあ細かい話っていうのは正直出るか出ないかっていうのはなかなかちょっとどれ,、まあ、どれぐらい出るか出ないかっていうのが、まあ、本当に判断を難しいので、あれなんですけれども、それぐらい出る可能性があるよということで、この3末のタイミングで、まああの、急落が来るかもしれないので、まあそれに合わせて買っていくっていうのもありだと思いますし、 ま、この、月、あの、月末のタイミングで、まあ、無理に買いに行くっていうのも必要、正直ないのかなと思いますので、まあ、ちょっと様子見でいいのかなとは思っております。はい。まあ、あとはですね、え、先ほどもちょっと申し上げた、まあ、AI の関連メーカーという形でも、せっかく、あの、非常に注目を集めている NVIDIA なんですけれども、え、この AI の関連株の上昇というところが、NVIDIA のような会社からですね、え、よりハードウェアの会社に、今、どんどんどん、どえ、熱狂が移っているというようなことがですね、 言われていますで特にここでは取り上げられているのは、マクロンですとか、あすいません、マイクロンですとか、まあ、あとはデルのような会社がそうなのと、まあ、あとはですね、あのアプライドマテリアルのような、えーまあ、半導体の、例えばそのものを作る会社とかっていうところも、まあ、ある程度注目をされていたりもするので、えー、このあたりの資金の流入というのが、まあ、今ですね、まさに起こっているというふうに、こちらの記事では取り上げられています。はい、まあ、あの AI 関連銘柄といって、真、ま、っ、あ、先に思いついたり買われていたのが、まあ、NVIDIA だったわけなんですけれども、まあ、よりこういった影響がですね、あの、このマーケットの熱狂の影響が、どういった会社にどれぐらいあるのかっていうところが、まあ、決算を通じて、まあ、ようやく見えてきたところがあるかなと思うので、まあ、それらを踏まえた上で、買う銘柄っていうのはある程度ちょっと分散させてきたりとか、NVIDIA で出た利益を他のところに配分してるっていうようなことが今まさに起きてるんじゃないかなと思います。<laughs> はい。まあ、あとはですね、えー、先ほど申し上げた、まあ、円の話なんですけれども、えー、タイドルで一時期ですね、えー、152円近辺まで大きく上昇というか、まあ、円が下落した局面が今日ありました。で、今日ですね、政府日銀の、えー、まあ、三者会談、三者会合っていうのがあって、えー、神戸正人財務官が会合後の記者会見で、えー、常にですね、もうこの、えー、介入の準備はできているということを言っていたので、まあ、この152円を 抜けてきたところ近辺から、まあ、警戒感というのが非常に高まるのかなと思います。で、その一方でこの円売りが非常に進んだ理由として、高和と,として見られている日銀のですね、田村新銀が今回の講演でゆっくりと着実に正常化を進めるというふうに述べました。まあこれは今利上げというところを検討していますが、まあ、このペースがですね、早く進むことはないというような、ある意味、あ,あの、ことを示唆したということで、 によりが一段と進んだという感じですかね。はい。もう本当に円の、あの、今年は金利が結構のペースで上がっていく可能性あるんじゃないかなというふうに僕も思っていたんですけれども、もうまさにその可能性っていうのをもう本当に折り込む必要が正直ないぐらい、あの、可能性としてはもう断ち切られてしまったのかなというような印象ですね。多くの方が持っているんじゃないかなというところと、日銀はですね、たとえ一度利上げをしたとしても、慎重姿勢は崩さないということで、 もう円持っててもしょうがないなというのが、まあ非常に多くの方が、ええー、まあグローバルで思ってるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。まあ例えば今のこの水準間で150、まあ150円とか111円、2円とかっていうところで、えー、円を安いから買おうっていう気持ちに今正直なれませんよね。で、実際にじゃあそういうふうにする人たちはどういうことをするかっていうと、まあ例えば、日本株に投資をしたりとか、 日本の不動産で買ったりとか、え、ことにですね、円を使っていくということがメインだと思うんですが、まあ、金融機関をですね。で、その後に、円をですね、そのまま持っておくっていうのも一つありなんですが、え、マーケットで、円売りの方向のポジションを取ってヘッジするなんていうこともですね、やってる方も非常に多いんじゃないかっていうふうに思うぐらい、もう今の円の良さっていうのは、もう本当に歯止めが効かない感じになっているんじゃないかなと思います。で、今、え、円をですね、 え、仕事をして稼いでいて、え、それを貯めてるとかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりこれだけ、この本当数年間で、え、20%ぐらい、もっとかな、あの、円の弱さっていうのが、え、グローバルで進んだ中で、円を持ち続けることのリスクって本当にすごく高くなってきてると思います。じゃあ、これをどういうふうに運用していくかっていうのは、え、さっき申し上げたように、なんか米国株かもしれませんし、もしかしたら為替で、え、そのまま、 円を売ってドルを買うということかもしれませんし、あとはビットコインかもしれません。これはどういうふうに皆さんがリスクを取りたいかだと思うんですが、円を、もしくは円だけを持ち続けるリスクってかなり高くなってきていると思うので、ここについては本当に、えー、しっかりと真面目に将来的に長期的にどうしていくのかっていうのは考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。はい。あとは一転して中国の話なんですけれども、中国のですね、 景気というところが、ま、少しずつ今戻ってきています。で、1月2月は前年同期比で10%を超えるような増加というところでが、公、工業の利益で見えていますと。で、景気安定化っていうのが今徐々に落ちてきて、起きてきていて、昨年の1月から7月っていうのがあまり中国の景気っていうのは良くなかったんですけれども、まあ、その後の5ヶ月につきましては、え、4、5ヶ月のうちの4ヶ月で2ヶ月、2桁台の成長っていうのが、 中国の工業部門の企業利益で見られていたということになっていますと。で中国といえばちょっとですね、まあ、不動産を中心に非常に景気が悪いというようなデータがいろんなところから出てきていたんですけれども、まあ、このような形で企業の業績が一部ではあるかもしれませんが回復してきているというのはすごくポジティブなあのサインになってくるんじゃないかなと思いますので、今後中国の景気がどうなるかというのはですね、しっかりと見ていきたいポイントには今後なってくるんじゃないかなと思います。 はい。ま、あとはですね、え、AI といえば Apple が、え、6月10日にですね、AI 関連の生産の発表を、え、今回、え、発表してましたと。で、え、一応ですね、世界開発者会議っていうのがもう行われるということなんで、え、このタイミングで、ま、新しいですね、え、iPhone とか、まあ、いろんな商品っていうのは発表されると思うんですが、まあ、本格的に Apple が AI 領域で、え、まあ、いろんな努力、企業努力をしていくということで、え、どんな商品が新しく出てくるのかっていうのもそうですが、 あの、企業として、どういったいうことを考えて、どういったことを実行していくのか、そして、そこと絡んでくる会社ってどんなところがあるのかみたいなところも含めて、注目をですね、していきたいかなと思っております。はい、ってことで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。